今回がですね第46回目となります関西昌平塾であります。今日もあの多くの方115名来ているとのことでありますですね、まあ、関西地区におけるですね昌平塾もいつもたくさん来ていただけですね、私も嬉しく思っております。今朝はですね10時からアメリカのテレビ討論会でクリントン対トランプのですね、私も前半戦だけちょっと見とったんですけども、まあ、かなり党を得たことをトランプは喋ってるなと思っていたのがですね、ヤフーニュースですか CNN の調査ではですね、クリントン氏が 62% トランプ氏と答えたのは2割です。討論会後に CNN テレビが実施した世論調査によるとクリントン氏が圧勝というようなことが出ましたですね、アメリカのメディアもおかしいなと、かなりあの必死になってですね、トランプがどんどん追い上がってきて、このテレビ討論会を制すればですね多分逆転するだろうというようなことの焦りからですね、こういうふうなメディアが論調を流しているのかなという思いをしております。私はですね、このトランプ氏がアメリカ大統領になることはですね、日本にとってですね、日本を覚醒させるチャンスの時 になるのかなというふうに思っています。まあ、クリントンといえばですね、ご存知の通り親中派で習近平クリントンと言ってもいいですし、トランプといえばプーチンですし、まあ、親ロ派と言ってもいいわけですからですね、私は今般、安倍氏がですね、プーチンと12月15日に長門市でですね山口県でですね、いわゆる首脳会談を行ってですね北方領土問題を解決しようとそういうようなことを先立って約束をされているのかなと、その約束はですね多分三島返還論で手打ちかなというようなことを皆さんの手元にありますですね、来月後のエッセイに書いております。まあ、エトロフ島についてはですね、軍事基地化が進んでいてですね、まあ、これは多分、まあ、難しいんじゃないかと、まあ、水戸だけでは多分、まあ、引き分けというようなことにならないだろうと、まあ、小さな島ですね、歯舞石畳だけではですね、というようなことからそういうことを書きました。私がそういうことを言っているのはですね、まあ、一つはやっぱり今日本にとって大事なことは中国の暴走を防ぐため中国包囲網をどう張っていくかということではなかろうかと、日本とロシアとはやっぱり平和条約を締結しですね、締結していることによってですね、これがまたアメリカがトランプが大統領になることによってですね、まあ、ある意味の中国包囲網といえる、まあ、安倍、プーチン、トランプという構造を思っています。まあ、もう一方いわばですね、インドのモディ氏も含めてですね、中国包囲網をですね、このまま中国の海洋覇権をですね、どんどん拡大してくる、こうなればですね、尖閣占拠されること必至ということでもあります。まあ、日本のメディアの報道もですね、どこか少しおかしいなと思っていましたが、今回のトランプとクリントンの討論会の結果を CNN をはじめですね、ヤフーとかいろんなやつ見ててもですね、どうも私の思いとは違う報道をしていることですね、若干メディアが焦りを感じているのかなと、多分、選挙の結果はですね厳しいけれども、まあ、現在のところはまだ世論調査では五分五分まで来ましたが、選挙人を選ぶ選挙ですから、そういう中ではまだトランプが互角とまでは言ってないけれどもですね、多分多くの人はこの討論を見てですね、あと2回ありますし、副大統領の候補同士のですね、選挙、テレビ討論会もありますからですね、最終的にはトランプ勝利ということが私の期待するところでありまして、それこそですね、まあ、日本がこの先、真っ当な国への道を進んでいくと、その必要があると、こう思っております。まあ、日本も韓国もですね、核武装も、まあ、いいんじゃないかとかね、そういうことを、民主党政権下においては絶対、そういうことの発言が出てくるはずもないわけだしですね、まあ、親中派なのか親ロ派なのかという選択をすればですね、まあ、私は確かにプーチンも何百人も
自分の自国民をモスクワのアパートを爆殺しですね、チェチェン戦争を始めて勝利して大統領に選ばれたような人ですからですね、まあ、どんな独裁者もですね、その国の国益のためには人も殺し嘘も書くしですね、そういうことは当たり前のことであります。日本だけがですね、なんかメディアの論調をはじめ多くの人がですね、なんかみんなまともなまっとうな人同士のと思ってますが、世の中の関係というのはですね、まあ、子供の学大書の理論であってですね、正しいとか正しくないかというよりも強いか弱いかで決まっていくわけです、まあ、そういう目線でこう見ていったときに、日本がどこと提携してどこと対峙していくということがこの先の日本にとって必要なのかという視点から私はいつもエッセイを書いてます。ぜひお手元のエッセイもよく読んでいただければ、まだ英訳の方はちょっと遅れますが、日本語の方で読んでいただければと思います。先だってバンクーバーで私どものホテルがプレオープンしましたんでですね、その時の記者会見のやつから、ね、その時のビデオがちょっとあるのでご覧になってください。以上であります。